1918年列車大事故とは、1918年7月9日午前7時20分頃、アメリカのテネシー州ナッシュビルで発生した列車衝突事故である。ナッシュビル発メンフィス行き列車が約30分遅れで走っていたメンフィス発の列車と単線区間で正面衝突し、101人が死亡17、171人が負傷した。 アメリカ最悪の鉄道事故とされているが、同年11月にニューヨーク市ブルックリンクで起きたマルボーンストリート鉄道事故の推定死亡者数と重なっている。当時事故現場は市内のダウンタウン西部に属していたが、現在ベルミードに属している。集裁通商委員会は調査の結果、 いくつかの要因に起因すると結論を出したが、特に第4列車の乗務員と信号扱いでが起こした重大なエラーによると推定した。また、ICC は、列車の位置を正確に把握するシステムの欠如を指摘し、木造車が死者を大幅に増加させたと研究した。事故当日の午前7時7分、ナッシュビルチャタヌーガセントルイス鉄道のメンフィス機、第4列車は、 ナッシュビルのユニオン駅を出発した。一方、メンフィス発ナッシュビル駅の第一列車は、マッケンジーを4時間前に発車し、午前7時9分にベルビューを35分遅れで通過した。両列車はナッシュビルの西側部分にある約10マイルの単線区間を走らなければならなかった。当時の観光によると、上り列車が同区間の通行形を保持していた。このため、 司令員は対向列車の乗務員に第一列車の機関車番号を知らせた。そして、もし、ショップスジャンクションとして知られていた、信号国所に到着するまでに、第一列車の通過を指認しなかった場合は、伏線区間で停止するよう命令した。この、ショップスという言葉は、ここに、鉄道会社の最大の線形向を含む巨大な修理、燃料補給設備があることを指す。 ここは旅客駅ではなくメンフィスへ向かう本線が単線になる合流点であった。第4列車が複線区間を走行中に車掌は他の乗務員に第一列車を指認する義務を委任した。車掌が切符を回収中に空の客車を牽引する入れ替え機関車が通過したが車掌はこの音を第一列車と聞き間違えた。他の乗務員も同様の間違いをしたか。 第一列車を視認することを怠っていた。第4列車がショップスジャンクションの信号古希所に接近中、信号扱いでの JS ジョンソンは、信号古希所の運転指令信号を進行源時にした。これは前方に列車は存在しないことを意味する。そして彼が日誌に第4列車の通過を記録していたとき、第一列車の通過が記録されていないことに気づいた。 ジョンソンは司令員にそのことを電報で通報した。すると、第四列車はそこで、第一列車と交換することになっている。第四列車を停車させてくれないか。と司令員から返答が来た。ジョンソンは警笛を鳴らしたが、第四列車の後部車両でそれを聞いた人は誰一人、いなかった。第四列車は運転指令信号が進行であると、仮定して通過した。また、 機関士と車掌は、ショップスジャンクションの列車運行記録簿を見て第一列車が到着済みであるかどうかを確認しなかった。それは、事故が起きる以前から鉄道の管理者が発行した運行規定によって義務付けられていた。午前7時15分過ぎ、両列車はホワイトブリッジロード近くのダッチマンズカーブとして知られていた緩やかな勾配区間で衝突した。 第一列車が約60マイルパーアワーで走行中、第四列車は約50マイルパーアワーで走行していたと推定される。木造客車の大半は粉砕、または横転した。衝突の音は2マイル遠くまで聞こえた。これは第一列車の機関士の引退前最後の乗務だった。ICC は事故による死者は101人と公式報告した。しかし他のリポートの中には、 死者121人以上と記すものもあった。この事故により少なくとも171人が負傷した。犠牲者の多くはアーカンソー州やメンフィスからのアフリカ系アメリカ人の不法労働者だった。彼らはナッシュビル郊外のオールドヒッコリーの火薬工場で働くために来ていた。その日は生存者を救出する人や親族を探す人。 単に事故を見物に来た人など5万人もの人々が線路に集まった。公式報告書で ICC は運転時の監修、ヒューマンエラーや運転規則のずさんな実施などが組み合わさり、アメリカ最悪の鉄道事故を引き起こしたとしたとして、鉄道会社を厳しく非難した。信号扱いでが適切に信号機を停止現時にし、第4列車の車掌が、 部下に委任せずに列車の進行方向を監視し、乗務員がショップスジャンクションの列車運行記録簿を規定通り確認すれば事故は起きなかった。この事故が契機となり、多くの鉄道会社は木造車や半構成車から全金属製車両に切り替えた。1970年代には作曲家のボビー・ブラドックとレイフ・バンホイがこの事故をザグレート ナッシュビル・レール・ロード・ディザスターという歌にしている。その歌は、カントリー・ミュージック歌手、デビッド・アラン・コーの1980年代のアルバム、I've Got Some グ i n g 2世に収録されている。ありがとうございます。